速稼塾の久保です。マイプロテインを飲み始めて2ヶ月ちょっとですかね。結構な金額買ってきたんですけども、今回の虫混入騒動で一気にマイプロテイン熱が冷めました。プラス謝罪の方向がね、製造過程ではなくて輸送過程で虫が入る可能性があるってことは、これ何も改善されてないんで、これからもちょっと心配なんですよ。というかね、多分嘘だと思います。輸送過程で入ることは考えられなくって、製造過程のどっかで混入したのを、まあ結構放置したんでしょうね。ということでマイプロテインに別れを告げて、私がねこれから愛用しようと思うプロテインは国産のこちらです。じゃあ画面切り替えますよ。はい、まあね、想像ついた方もいるでしょうけども、エクスプロージョンですね。これはね、国内生産で、しかも製造過程がものすごくチェックされてるなんとか認証っていうのを取ってるんですよね。うん、まあだから、信頼してもいいかなと思っております。で、価格はと言いますと、まあ、マイプロテインとね、どっこいなんですよ。ちょっと高いのかなってぐらいです。例えばね、ここに書いてますけども、1キロあたりいくらなのかなと、マイプロテインの、まあ、一番スタンダードなやつ、ね、プレーンでいくらかなっていうのをクリックしてみると、ほら、世界一安い。プレーンって書いてあるでしょ。うん、だから1キロあたり1299円なんですよ。だから全然いいですよね。だからこの1キロあたり1299円のこのセットをまずはドーンと買ってみようかなと思います。で、起きた時に飲む、運動後に飲む、寝る前に飲む、間食してる時に飲むって感じで、まあ運動の前と運動中にはあんまり勧められてないよってことなんですけども、まあいつ飲んでもいいんじゃないかなと。ミスター M さんのアドバイスによると、ね、1日5回から6回飲めばいいってことなんでね、私の場合は。そのぐらい飲んでいこうかなと思います。ということで、12,626円は、まあ、やすやすと私はこれね、買いますね。カートに入れると。うん。書いてますよね。まだまだ買い物続けますよ。で、フォーエイプレテインがあるというのと、あとはね、味付きですよ。これが楽しみなんですよね。もうね、マイプロテインも種類が多くて楽しかったんですけども、そうですね、今回からはね、何にしようかなって感じですね。わー、楽しみだな。まずは、何がいいです皆さん。私はね、やっぱりバナナとかが入ってるのがいいんですけど、バナナないですかね。ぐーっと下の方に行って、これね、混在してるんですけども、300g とかがありますよね。300g 私はもう目にないんですよ。もう買うんだったら1キロ単位ですね。3キロでもいいんですけども、ミルクチョコって良さそうじゃないですか。ミルクチョコいいんじゃないですか。これミルクチョコ買っておきましょうか。はいね、これカートに入れる、ミルクチョコ。はい、で買い物を続ける。味付き、ミルクチョコとバナナないんですかね。3キロの、これメロンもいいんだけど、ピーチも。フルーツね、メロンぐらい買っといてもいいかな。抹茶オレも良さそうですね。抹茶オレ 300g か。バナナないんですかね、バナナ。キャラメルホワイトチョコ。これも悪くないですね。甘さゼロカフェオレ。ホエプロテイン、フルーツオレ。ストロベリー。あ、いいですね、ストロベリー。ストロベリーいいんじゃないですかね。ストロベリー買っときましょうか。はい、ストロベリーをカートに入れると。あ、結構な金額ですね。ストロベリー買いましたよ、3キロ。うん、で、ナチュラルミント味、カフェオレ、ココア、アップルミルク、ブドウ、ブラッドオレンジ、カシス、ホワイトチョコ、キャラメルホワイトチョコ。うん、キャラメルもまあいいですよね。抹茶オレね、バナナ、抹茶オレか、やっぱり抹茶オレ。ブルーベリー、ナチュラル、メープル、カフェオレ、ピーチ。バナナないんかな。バナナなさそうですね。バナナがないということで、あ、バナナじゃあった。300g しかないんだ。300g で1706円って結構高いですね、バナナはね。バナナの3キロがあるといいなと思ったんですけどね。ということで、ないんで、まあ今回はこのぐらいにしとこうか。それとも、まあバナナ 300g か。これお試しで買っときましょうか、バナナ味ね。ポンと、本当はね3キロぐらいしか私は買いたくないんですけどもね。はい、バナナ、あれ入荷待ちなんだ、欠品なんだ。あ、ということでないんで、バナナが、あ、だから3キロがないんだな。今どんなものがカートに入ってるのかな。ストロベリーでしょ、プレーンでしょ、で、
あれこれ何ミルクチョコ、うん、まあまあこれでいいか最初、23,188円ですね。じゃあこれを購入していこうかなと思います。 Amazon のアカウントで支払い、うん、まあいいでしょ Amazon アカウントで支払いで、うん、はい、23,188円の購入になりますね。次へ、まあ最初お試しでこのぐらい買っときゃいいんじゃないですか。うん、カード会社って書いてるけどこれ Amazon のマスターだからこれでいいだろう、うん、で注文確定しましょうかね。はい、じゃあ注文確定します。 23,188円を10月12日に決済、注文番号も出てるなってとこですね。はい、ではありがとうございました。買いました。まあ私ねこうやって買い始めると早いんです。ショッピングって楽しいですよね。はい、じゃあ注文書をプリントアウトして、あとはね何日ぐらいで届くのかってことを待っていこうかと思います。10月12日15時44分に注文して、まあ明日届くことはないと思いますけども、まあ3、4日で届くんじゃないですかね。マイプロテインはまあ1週間から10日ぐらいだったと思いますけども、まあ国内生産国内発送ならだいぶ早いと思うんですよ。在庫があるの頼んでますしね。ということでございます。じゃあ楽しみに次をお待ちください。ミスター M さんありがとうございます。